周囲の状況よし。はい、まずは倒れてる人、まあ、発見しますよね、そうしていただいたらまずは身の回りの安全の確認をしてください。というのはこの方なんで倒れてるんだろうというところで、ここだったら、まあ、なんか病気かなと思うかもしれませんが、じゃあ目の前で道路で倒れてたらどう思いますか。もちろん 急な病気もありますよね。交通事故もありますよね。なんか上から物が落ちてきてそれにぶつかったかもしれないですよね。あらゆる状況が想定されますので、助けに行った入れが怪我をしたら元も子もないと思うので、まずは身の安全を守るために前後左右上下全て見ていただいて、お、安全だね、車も起きてない、あ、じゃあ行こうかっていう感じで安全確認をまずしてください。はい、意識の確認。もしもーし、わかりますか、大丈夫ですか。意識なし。はい、という形で次にこの方倒れてるの、寝てるのかな、本当に意識がないのかなっていうのを確認します。まあ、顔を見れば目を開けてる、つぶってるでまずイメージができると思うんですけど、目をつぶってる場合は本当に意識がないのかどうかも分かりませんので、呼びかけと肩の叩きを組み合わせて意識の確認をします。この時に必ず両肩を叩いてください。この方、まあ、先ほども言いましたが何で倒れてるか分かりませんので、よく聞いたことありますか、脳梗塞とか。その時って片方に麻痺とか、動きづらくなってしまう症状というのが典型症状です。なので片方の肩だけだと、万が一そっちの肩だと、まあ、叩きが意味がない場合があるので、必ず両方の肩を叩きながら耳元で3回、優しい声から中くらいの声にして強い声とか、強弱を3段階につけて声かけしてください。いきなり耳元で、わかりますかって言われたらびっくりしちゃうと思うので、わかりますか、おかしいな、わかりますか、あれ、わかりますっていう感じで少しずつ声の強弱をつけながら、本当に意識がないのか確認をしてください。で、意識がなければ次の行動に移ります。すいません、誰かお願いします。はい、はい、あなた119番通報お願いいたします。はいはい、あなた、AED を持ってきてください。はい、はい、というような形で、やっぱり一人じゃ助けられません。我々救急隊もこうやって3人います。なので、助けを求めましょう。で、大きな声とジェスチャーを含めて助けを呼んでください。で、来ていただいた方に、119番通報と AED をお願いします。で、必ず、まあ、まあ、より優しいのは、救急車呼んでくださいというより、119番通報をしてくださいというと、まあ、結構往々にして110番しちゃう人結構いるんですよね。なので番号を言ってあげるとより優しいかな。あと必ずあなた119番通報してください、あなた AED を持ってくださいという形で必ず指名をしてあげてください。もう日本人はもう誰がやるだろうとか、そういうのが本当に多くて悲しくなっちゃうんですけど、あの刺されると逆に使命感を感じやすい人種でありますので、指名された方は必ずそれをやり遂げなきゃいけないと思います。なので指名をしてあげながら2つの AED 119番をお願いしてください。はい、じゃあお願いできました。じゃあ次の行動に移ります。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、呼吸なし。はい、呼吸の確認、まあ、この方意識はないけど本当に呼吸も心臓も止まってるのかなっていうのを次確認します。で、昔は脈拍を取ったりだとかそういうのやってたんですけど、じゃあ脈取れますか、人のもの、なかなか難しいと思いますので、呼吸があるかどうかの確認をするかだけになりました。やり方は胸やお腹、寝てる人見たことありますか。なんとなくこう上がり下がり呼吸してますよね。それがこうあるかどうかを目で見るだけにさらにもっともっと簡単になっていってまして、胸やお腹はこう呼吸運動と一緒に上がり下がりしているのかを目だけで確認する方法になりました。それを10秒間確認していただいて、動きがなければ呼吸なし、イコール心臓を止まっているというふうな判断をしていただきます。で、呼吸がなければ次に行動に移ります。胸骨圧迫開始、1、2、3、4、5、まずはじめに胸骨圧迫をやっていただきます。1、2、3、4、5、やり方は、まあ、手をこう組んでいただいて、肘をしっかりと伸ばしていただいて、背筋を伸ばして垂直に30回で、速さは1分間に100回ぐらいという言い方をしているんですが、なんとなく、だいたい1秒に2回ぐらい押してもらえればいいです。そうすると1分間に120回ぐらいなんで、まあ、1秒に2回ぐらい、1、2ぐらいの感じで全然大丈夫です。で、胸骨圧迫30回が
終わりましたら人工呼吸ですね。これはできればで結構です。でも今日は講習会なんで皆さんにやってもらいます、はい、じゃあお願いします。はい、という形で人工呼吸は2回息を吹き込みますが、その時に気道確保ということをしていただきます。これが少し難しくってなかなかやりづらいところもあるんですが、どちらかの手をおでこに手を当てて、反対の手の指2本で皆さん顎を触ってみてください。顎の骨がこう U 字にありますよね。そこの骨に引っ掛けるようなイメージで指2本を当ててあげてください。で、グッと首がこううーってなるような感じに上げてあげます。その奥の柔らかいところをつつくと苦しくなってしまうのは自分を押してもらうと分かると思います。なので突き刺すんじゃなくて持ち上げる、そういうようなイメージでやってみてください。で、息の吹き込む量は胸が軽く上がる程度なので、しっかり自分の目で患者さんの胸を見ながら吹き込んであげてください。で、2回吹き込んだらすぐに胸骨圧迫に移るというような感じになります。で、救急車が到着するか AED が到着するまでずっと胸骨圧迫30回、人工呼吸2回、胸骨圧迫30回、人工呼吸2回、ずっと続けてもらう感じになります。